Hazard 6. はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード6をやりながら聞いていただきたいと思います。早速ね、ムービーに入ってますが、バイオ史上の2番目にしつこい敵かもしれない。3番手かな。1番手はシモン、2番手はエスタナ、3番手にこいつっていう感じがするね。ハオスは、まあ、ワンチャプターしか出てこないから、まあ、そんなもんじゃねっていう感じがするけどね。はい。じゃあまあ、とりあえず、ね、爆破しながら、スズリスにちょっと狙って、ふい、ドーンとやってる間に、いつも飲んでいこうと思います。フルホースさんはどうやって大学を選びましたか？進路について悩んでいますっていうことですね。僕別にね、なんかこれやりたい、あれやりたいっていうのから逆算して決めたっていう、そんな大層なもんじゃないんで、残念ながらあんまり参考にならないとは思います。ただとにかく家出たかったっていうのがあって、僕関西の方に住んでたんですけど、とりあえずもう関東出ようということで、まあ、浪人をしたんですけど、現役の時は、青学に入ろうと思ってました。で、青学に入ろうと思った理由が大きく2つで、ちょっと全然当たんねえな、これ。隙間産業、下手くそだな。1つは、当時、今ね、どこだったっけ、広島ドラゴンフライズっていうところにいる、辻直人選手、バスケのね、がめちゃくちゃ好きで、で、青学にもし現役で入れたら、辻選手が4年生で僕が1年生で入れるっていうのがあったから、その部活に入ろうとは思わなかったけど、思わないっていうか、あそこスカウトしか無理だから、入れないけど、まあ、なんかマネージャーなのか、まあ、もしくは、なんて言ったらいいんだろう。まあ、ね、応援とか行って、生の辻さんに会おうみたいな、そんなことを思って、まあ、青学を選んでたっていうのがあって、あともう一点は、当時は、マスコミに興味があって、マスコミメディアに入るために、何だったっけな、そう、なんか社会システム部とか、社会システム学部だったかな、情報社会、なんか、そうそう、なんかそれにちなんだ感じのところがあったから、それに入学しようと思って、頑張ったんですけど、まあ、あえなく撃沈と。で、滑り止めで受けて、たはずの同志社と、関大もボロボロだったと。特に関大はどっかでお話ししたことあるかもしれないですけど、受験する前日に警察に囲まれるっていうね、ちょっともうメンタルがボロボロにやられる案件が発生したせいで、合格点に80点も足りないというね、あの状態で受けたという感じですね。で、青学何点だったかっていうのちょっと開示がなかったからわかんないけど、同志社は、あと8.7点くらい足りなくて、国語の問題があと1問正解してたとしたら合格できてたっていう、まあそんなところですね。ちょっと、スナイパーライフルの弾取っておくべきだったんで、ちょっと遠距離戦やらないで次行けないんでね。はい。ちょっとね、元カノに会いに行ってきます。っていうのもあるね。で、まあそれはいいとして、あと、そう、浪人をしたときは、なんかね、やっぱ漠然と経営者なりたいっていうのはあったんで、まあ、もしくはその教育関係に進みたいというふうに思ってた。まあ、この二軸で頑張って、早稲田と慶応を受けました。で、慶応は、小学部と経済学部。で、早稲田は教育学部と小学部を受けて、まあ、慶応はもう撃沈して、早稲田はあとちょっとっていうところで結局落ちて、でね、結局本当にチャリで行けるようなところに住んでたんですけど、寛大になったという、そんな感じですね。だから僕、学歴として大したことないんですよ。こんな偉そうに人に、なんか人生相談だとかってやってますけど、だからまあ別に、進路相談で行きたいなっていうのは、もうなんか、どこの企業に入っても、なんか、一般のそのサラリーマンを目指しますとかなりますとかっていうレベルだったとしたら、対してね、どこに入ろうが、まあその学歴フィルターで大手とかだったらかかってくるかもしれないけど、でもその中で何やるかとかいくら稼ぐかって大した差ないですからね。それを考えると、まあまあ、普通に、どの、大学入ってもいいし、なんなら大学までしか見られることはないんで、例えば、その、早稲田の一番賢いところが政経とか、まあ、それから、慶応だったら、まあ、医学部は除いてよ。慶応だったら、なんだ、経済学部とかがめちゃくちゃ賢いけど、その下のね、一番下と言われてる、早稲田だったらスポカとか、それから、湘南藤沢キャンパスとか SFC か、とかに行けるっていうのも全然ありだと思うんですけど、結局それで慶応とか早稲田とかっていうね、看板を手に入れられるわけなんで、どっちで受けようがそんなに大した、
に対して関係はないっていう感じですね。うん、学歴だけがまず欲しいって言うんだったら、受かりやすい学部を受けた方がいいっすよっていうところですね。ただ、そこで、例えば、まあ、経済の勉強がしたいとか、将来、まあ、社長を目指すから経営とか商売の勉強したいって、まあ、経営学部とか、まあ、商学部とかの先生たちの勉強を聞いたところで、対してね、社長になるとか、ならないとかって関係ないですよ。だって、なれるんだったら、その社長になってるはずだもん。でも、大学学者って結局、まあ、机上の空論で、うん、まあ、実際に役立つ論文とか発表されてる方もいらっしゃるんですけど、対してね、うん、対してね、そんな実務に役立つようなことをされている方々っていうのはまあ残念ながら少ないですから、うん、まあ、そこら辺の話をおお近い、まあ、そこら辺の話はね、うん、まあ、DG 社長とかあれこの人らの話聞いててもなんか全然経営に関係ねえじゃんみたいなことを言って、まさにその通りで違うああやっちまったお前が助けるんかめっちゃ早いな減るな肝心のパートナーが全然助けてくれない案件だったけどね。まあいいや。はい。そんな感じかなぁ。対してね。対してね。まあ、やりたいことがなかったら、この学歴があれば、自分がそのやりたいところ、なんか、なりたい自分とかやりたいこととかが見つかるかなっていう、まあそういうね、まあ、ただね、将来の話だからね、でも、何も見つかってないんだったら、とりあえず自分の学力に合ったところの大学入って、入ってから見つけるっていう方法もありですからね。それを、すごいなんか、バカ丁寧に見つけに行こうとかっていう方が逆に墓穴を掘って、で、結局、なんか、難浪もしてとか入ってみたら違ったっていうオチで、不幸だってなって、てしまうのもどうかなと思うんで、そこ入ってから見つけるっていう方法でもいいと思いますけどね。まあ、多分今進路を聞いてる高校3年生いないと思うんで、まあ1年生か2年生か、まあもしかそれ以下の年齢の人たちかもしれないですけど、まあ、そんなところでね、決めていただけたらいいかなと思いますね。はい。ということで、次行きましょうか。次は、同棲中の彼女との距離感がわかりません。平日はお互い仕事をしていて、朝と夜しか一緒に過ごす時間がありませんが、休日はずっと一緒です。最近は自分一人の時間も欲しいと思って、休日が来るのが少し億劫になっています。どうしたらいいですか？一個は、彼女さんと休日の違う日の、会社に転職する。例えばその今土日お互いに休みなんだとしたら、土日じゃない。火水休みの不動産業界に行ってみるとか、もうシフト制の会社に転職してみるとかね、っていう方法がいいんじゃないかなと思いますね。僕と嫁さんは、そのたまたま休みの日が違って、まあ、今はね、育休に入ってくれてるんで、まあ、休みが一緒というか、ずっと家でね、子供の面倒見てくれてるんで、あれですけど、もうなかった。ずっとね、子供の面倒見てくれてるからいいんですけど、まあ、またこれが仕事復帰しますってなったら、まあ、ちょっと別の、嫁さんが平日休み、僕がその暦通りの休みになるんで、それを考えると、まあ、なかなかね、一緒に過ごすっていう、家族みんなで一緒に過ごすってなかったですけど、まあ、ある意味ね、僕がその子供できる前に、ね、暦通りの休みと平日休みで、それぞれね、休日に、お互いの過ごしたい、過ごし方ができたっていうのは非常に大きかったと思いますよ。多分ね、土日一緒だったとしたら、僕、ジムに、その、2時間も3時間も行って筋トレしてるとかって、多分できなかったと思うし、嫁さんも嫁さんでね、自分の好きなところを行って、とか、まあ、結構ね、スタバが好きなんで、スタバに行って、コーヒー飲んでたとか、あるらしいですけどね。っていう過ごし方できなかったんで、まあ、一つはその休みを別々のになるような仕事に、切り替えてみる。転職してみるっていうのが一個かな。あれ？あ、弱いね。全然弱いね、こいつ。元カノカッコ笑いみたいな感じになってるけど。まあ、そんなところかな。で、あともう一個は、そうだな。なんだったっけ？もう一個はっていうか、あとは他にどんな方法があるかな。まあ、なんか月に1回とか2回でいいから、お互い自由に過ごす日みたいなのを事前に決めておくっていうのもいいかもしれないですね。そうしておくことで、なんかお互いが、こう、あれがしたい、これがしたいとかね、例えば散髪に行きたいとか、ちょっと、
まあ、おしゃれなカフェ行きたいって言ったら私も連れてってってなるか、うん、ちょっと自分の趣味で、まあ、なんだろう、パラグライダー行きたいからとか、ね、この季節あるあるジェットスキー乗りたいからとか、ジム行きたいからとかっていうのにかまけて、まあ、ちょっと自分の時間をもらうとか、そんな風にしてみるのはいいんじゃないかなと思いますけどね。なんか僕もというか、うちはね、ちょっとね、結局できてないんだけど、月に1回ずつくらいは、そのお互いに、子供を預けて、まあまだ子供がね、小さいから、なかなか難しかったっていうのは実際あったんですけど、なんか、1ヶ月に1回自分が、ちょっとその、半日だけでもいいから、過ごしたいように過ごすっていう、一日を設けてやろうぜみたいなことはね、ちらっと話したことはあるんですけど、まあ、それがなかなかね、うまくいかなかった。まあ、これからね、そうなっていくというか、もうお互いにね、仕事復帰したら、お互いに、てか僕は仕事しなうやけど、向こうが仕事復帰したとしたら、まあ、だんだんそうなって、勝手にそうなっていくんじゃないかなっていう気はするんですけどね。うん。というところですね。まあ、でもね、なんだろうね、人間ってやっぱないものねだりってあるから、今度逆に、じゃあ一緒に過ごさなくなりましたってなったら、一緒に過ごす時間がだんだんまた欲しくなってくるんですよ。で、今度逆に、一緒に過ごす時間が長くなってくると、いや、自分一人の時間が欲しいなとかって思うんですよ。僕もというか、多くの人が、その、独身生活よりもやっぱりなんか寂しいから、家族がいた方がいいよなと思って結婚をしてみましたと、結婚してみたら、なんか常に誰かと一緒にいるっていう状況になってくるから、なんかもっと、ね、他のじゃない、もっとなんか自分じゃない、自分だけの時間が結局欲しいなとかね、うん、って思ったりとか、そんな感じになってくるんだよ。だから、隣の芝生は青いじゃないけどさ、ね。だから、今、彼女さんと過ごしてるその、愛しい時間っていうのをぜひ大切にされるっていうのがいいんではないかな、と思いますけどね。はい。じゃ次の質問を読みたいところなんではありますが、ちょっとね、多分、若干まあ中途半端な感じになってきていますので、区切りのいいところに行ったら、一旦、終わっていこうかなと思いますね。これ、ムービー切れたところでうまくやめられないかな。無理かな。まあ、これがね、誰が撃ったのかっていうのはね、カッカッするんですけど、うぎゃーってね、うん、まあ、一体誰がやったのかっていうのはね、まあ、とあるパートをやったら、その真実が明らかになりますって言って、残っているパートを見たら、もう、あいつかしかわからない、あいつかですぐわかると思うんですけどね。はい、ごめんなさい。すいません。はい。じゃあ、でも、そっか。あ、わかったわかった。こっからなんか、よくわかんない、なんか、お城みたいなお店のところで戦うことになるんで、これあれかな？もしかして、クリスが爆発させたところ、クリスっていうか、まあ、ヘリが爆発したところになるのかな。うん。じゃあ、ここで乗り込んで、大会を開こう。大会って何の大会だ？はい、ね。対決を繰り広げる前に、まあ、区切りがいいところなので、ちょっと中途半端な位置で、申し訳ないんですけど、このあたりで終了したいというふうに思います。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回パートお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。